舞ちゃん、はい、こいつが言ってた霊感がやばいくらい強いやつ、連絡もらった時からめちゃめちゃ楽しみでした。小鉄さん霊感会えて本当に嬉しいです。マジ、私占いとかそういうのマジで好きで。なんか見えたんですか？そう、彼がどうにも見えたらしい。何が見えたんですか？彼が言うには、舞ちゃん次の仕事っていつなの？今週は休めたんですけど、来週の水曜日が大特価の日で、どうしても入ってくれって頼まれちゃって。やっぱ彼のことで休みにしたの？はい、もう怖いんで。実は小鉄が言うには、その彼がちょっと悪い気を発してるみたいで。やっぱそうですよね。あいつやばいですよね。なんかあの後もしつこく連絡してきて、友達とかにも連絡してるみたいで怖くて。どうすればいいですかね？多分次の出勤日、来週の水曜日に何か悪いことが起きるんだと思う。だからできればその日は一緒に店まで行かせてもらっていい？まずい。それは誰が来るんですか？小鉄さん。俺も行く。小鉄あんま喋んないから。よかったです。ほら、あんま喋らなくてだと緊張しちゃうんで。そうなの、雰囲気あるでしょ。はい、雰囲気あります。